2016年、ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて、日本一から世界一になり、1億円近く投資をしておりました、世界バイナリーオプションスペシャリストの半間岩先生です。今回ね、投資家でね、自分で保安を取らないで、保安の仕事って10倍ぐらい、また投資の技術より10倍ぐらい仕事必要なんですね。だから普通できないんで、指導してもらってるんですよ。本当の億万長者じゃないんですね。じゃない人が多いわけですね。私の場合、一人で保安の仕事をして、やって、自分で全部稼ぐわけですので、大変なわけですけども、利益は大きいと、ね、いうわけなんですけども、ほとんどね、成金なんですよ。バイナリーオプションも FX の投資もたくさん、ある程度、1億円ぐらい稼いでる人ね、近くというのは全部成金がほとんどなんですね。で、どうやってるかというと、投資のね、技術は少しあるかなというふうな、しかしそれも周りから手助けしてもらって、保安の仕事はまた100倍ぐらい必要なんですね。その仕事は周りにやってもらうために、やってもらわないと稼げないわけですね、その本人は。だから1%しかその本人は稼いでる分仕事してないんですけど、それでなんで、震えてるわけですね、しょっちゅう。周りの人に助けてもらえないと億万長者になれないから、外したらもう全然稼げないわけですよ。ね。少しでも周りの人が手助け抜いちゃったら稼げないわけですね、その人。だから私と違うんで、ね、そういう人ね。で、BNF さんもそうだけども、それはね、相手にね、危ないような動きはしないんですよ。ね。ちゃんと、やっているんで、ある程度、指導だろうけども、多く稼いでるんですね。5000万とか1億未満の人っていうのはね、そういうふうに指導を助けてもらってる人がいるんで、ね、人々が保安仕事を大体全部やってもらってるんですよ。だから、実際稼いでる1%しか仕事してないですね。だから、行くと普通じゃないんですよ、もう。殺そうと、その保安ね、保安取れなかったら生きていけないんだからって、ね、またこういうこと言うと、少し上下した危険になったりもするんでね、実際のことはあんまり近づくと、殺しまでしてくるわけですね。そういうふうにして、危険人物なんですね。で、まあ、そのシードということをね、で、その助けがね、なくなった時の不安という、その危なさでね、人を殺すという状態なんでね、そういう、チンピラの稼ぎは非常に危ないわけですね。FX の投資家でも4000万ぐらいしか稼い、4000ぐらいの、4000万ぐらいで稼いでる人とか、5000万とか1億とかね、いろいろいますけども、そんぐらいの中でも、まあ、チンピラっていうのいるわけですね。孫さん、日本の億万長者はしっかりしてますね。シートだけどね、全部。危ないことしないでしょ、殺しとかね。ね。チンピラというのは、そういうそのシードだということを、ちゃんと表明してくれますよ、相手で。自分で稼いでませんよって、シードですよ。まあ、頑張ってますけどね。で、そういうふうにいるんだけども、チンピラって自分で俺が稼いでるっていう、もうて、ね、嘘つくわけですね。全然、シードでも、嘘つきって危ないわけですね。で、しょっちゅう、だからそのシードが抜けたら、もう一生稼げなくなるんでという不安があるわけですね。周りから。YouTube のアクセスと同じですね。そのアクセスで投資の力を借りてるわけですね。そういう投資別でね。ということですね。YouTuber でもそういう指導多いから、危ない人いますね。例えば、なんだっけな。名前忘れちゃった。直接言っちゃまずいけどね。
アクセス取れないからってシードだからね、汚職だからね、結局汚職ですからね、ただ社外の会社の方が多いから YouTube ぐらいの汚職は全然問題外ということですね。問題外でないけども、会社の方が多いから、そのずる収入っていうのは みんなが上げちゃってるって、仕事何もやらないでっていうの多いからね。ということで、今回私が言わせてもらったのは、チンピラのね、危ない、まあ5000万ぐらい、1億未満の稼いでる人ね。で、保安仕事は住民、人々のシードでやってしか稼げないから、その不安、またそれをばらすなとかね、食っていけなくなるとかね、ちゃんと公開してないという、そういうチンピラたちは危ないと。で、孫さんとか BNC は言ったらちゃんと言ってくれるけどね、害は与えないようにしますよね。自分から言わないけど、私が言ったりしますけど、ちゃんと引っ込んでくれますね。しっかりしてますよ。だからほとんどそういう意味では悪気はないしね、ちゃんとしっかりしてるわけですね。そういうことをちょっと教えていただきたいと思いますね。チンピラの稼ぎは怖いと。シードですからね、当然ね、人間の場合だからね。それで嘘ついてまでして偉くなりたいわけですよ、稼いでるからって。そんなのはダメですからね。みんなちゃんとしてますからね、億万長者でもしっかりそういうことはしませんから。チンピラはすぐそういうことを嘘つくわけですね。自分だけで稼いでるっていうふうにね、違うんですね、全然。ファンの仕事何もしてないんですね。約100倍ぐらい仕事怠けてるわけです。